ソリートステートロジックソリートステートロジックはイギリス中西部のオックスフォードに本社と製品の製造工場を置くミキシングコンソールデジタルおよびアナログオーディオインターフェース同向けの各種ソフトウェア等の開発製造販売している音響メーカーである世界各国のスタジオ等で幅広く導入されているコンソールのメーカーとして知られる当初は フイボオルガンの弁を制御する装置の開発を行っていた。社名はロジック回路制御に半導体ソリッドステートを使ったことに由来する。ミキシングコンソール及び各種オーディオ、インターフェース並びにデバイスを製造するメーカーとしては世界最大級であり、同社製造のコンソールは世界各国で約3000台近くがレコーディングスタジオや映画スタジオ等で用いられている。また、 イギリスの BBC、日本の NHK、アメリカの ABC、NBC などの放送局でも同社のコンソールが音楽番組用などの目に導入されていてサラウンド対応のミキシングシステムとしても活用されている。SL4000 シリーズは1970年代後半から様々なスタジオに対して最も数多く導入されたコンソールの一種で E シリーズ以降は 世界各国の様々なスタジオへ導入され、以後 G シリーズへと進化した。このコンソールの普及により、スタジオ間を移動して行われるレコーディングセッションにおいては、スタジオが変わり、B、E、G とコンソールのタイプが変わったとでも、ミキシング上ではほぼ変わりない作業が維持できたため、一つのミキシング用プラットフォームとして存在した。B 市、ボルテージカントロールドアンプ回路を利用した、 フェーダーグルーピングとフェーダーオートメーションチャンネルモジュールの設定を保存して元のパラメーターに不機能なトータルリコールシステム業界書など様々な機能が当初から搭載されたコンソールでもありそれまでのスタジオにおけるコンソールの概念から大きく飛躍した製品群となってる実装されるチャンネルモジュール数を含めた表記方法では SL4056E モジュール数が56本や SL4064G モジュール数が64本等のように数字部分の下2桁が実装チャンネルもゆる数となるがステレオチャンネルモジュールも存在するため実際には仕様によって表示数より使用可能な入力数が異なる。例えば表記上が SL4072G の場合でもステレオチャンネルモジュールが8本実装されている場合には 入力チャンネル数は合計80チャンネルとなるなど、モジュール数とチャンネル入力数は異なることになる。コンピューターオートメーション機能はオプション扱いとなっていたため、コンピューター未搭載の仕様も存在するが、コンピューター搭載でトータルリコール機能を搭載していない場合の機は、SL4056GPR となりプライマリーの意味を持つ PR が型番末尾につき、 トータルリコール機能搭載の場合には、SL4000GTR のようにトータルリコールを表す TR が型番末につくことから、コンピューターの仕様は表記されている型番から確認することができる。チャンネルモジュールのオーディオ特性的には4000シリーズの流れを持ち、放送及び映画関連に特化した機能が強化されたコンソール。サプラニラグ回路を基本路線に、 それまでのアナログコンソールの理念や特性をはるかに量駕させたシリーズで、それまでの4000シリーズのチャンネルモジュール上、各種レイアウトは該当集されたが、回路内部に関してはすべて刷新開発された回路が搭載されている。EQ では、SL4000E シリーズの特性を持たせた E タイプ EQ がセレクトスイッチにより選択可能になっていて、 古き良き伝統的な SSLEQ サウンドと0 0 J シリーズの標準搭載 EQ とのコラボレートが可能になっている。ダイナミクスセクションにも回路及び機能追加変更が大々的に行われていて、コンプレッション、リミッティング、ノイズゲート、エクスパンダーなどのダイナミクス系処理に対してより幅広い対応が可能になっている。センターセクションの各種テープレコーダー及び VTR、 制御用ロケーターの使用も大幅に変更され、より総合的コントロールが可能になる構成になっている。コンピューターオートメーションのシステムは、オペレーション用にキーボード類以外にも、ポインティングデバイスであるペンタブレットが追加され、操作確認用ディスプレイも通常のコンピューター用、モニターディスプレイ同様の大型ディスプレイへと変更された。 オートメーション可能範囲もこれまでのラージフェーダー及びチャンネルカットボタン以外にスモールフェーダーと ON、オフスイッチなどもオートメーション可能になる高機能が台と変更されたフェーダーオートメーションにはアルティメーションシステム採用されているダイナミクス回路の機能も強化され専用アウトボードと遜色ないほどに様々な設定ができるようになるなど様々な変更がもたらされた プロトゥールズ等の同コントローラーとしての機能を搭載したアナログコンソールで通常のコンソールとしてもスタンドアローン運用が可能になっている。すべてソリッドステートロジック社のサイト内からダウンロードすることが可能でユーザー登録すれば無料で使用できる。ここではシリーズごとの特徴と主な使用、選択可能なオプションについて述べる。 SL4000 シリーズから搭載されているコンピューターオートメーションにはいくつかの機能があり、ミキシングデータとしてのラージフェーダーの上げ、下げと、ラージフェーダー側のチャンネルカットスイッチの ON、オフ動作の記録、再生、ドロップイン、パンチインをコンソールの各チャンネルモジュールに搭載されているスイッチから行った場合のドロップインタイミングの記録、再生、シンクロナイザー機能のコントロールなど、 いくつかのパートに分けて考えられる。ミキシング用フェーダーオートメーションの取り扱いデータは、スンプとタイムコードを使ってオンラインで動作することにおいては、一般的な他メーカーの機種と変わりはないが、ネイベイ製コンソール等に導入されているフライング、フェーダースや GML オートメーションシステムのように、イベント発生時、フェーダーの上げ下げやカットスイッチの ON、 オフごとにその時点の数値情報を見を情報として記録するスタイルではなく、搭載コンピューターのネームタイトルコマンドやいくつかの方法で曲の頭、または記録開始地点を指示し、そのタイムコード上のアドレスをデータの開始時として記録し始め、データ書き込み終了時のエンドキーを押すまでの間にかけて、フェーダーやスイッチからのデータの書き込みがあろうがなかろうが入力されている。 タイムコードアドレスに沿って、各々のチャンネルモジュールに対するミキシングデータを線情報として全て記録するスタイルであり、様々なコマンドによってオフライン編集も可能になっているなど、開発当初からスタジオでのミキシングセッションにフォーカスを絞った設計が行われている。コンピューターオペレーションは、手前側にアルファベットがクワー配列で並べられたキーボードと、その上部には、 SSL オートメーション専用のコマンドキーが並べられた専用コマンドボードセクションの2つがコンソールセンターセクションの下部左側に配置され専用コマンドキーを使用することによって用途に沿ったコマンド入力がとても使いやすいシステムとないた E シリーズではアルファベット入力ができるキーボードの各キーが通常のキーボードの1、4ほどの大きさにまで絞られた小型版が用意されて いたが G シリーズ以降では通常のフルサイズ版キーボードがアルファベット入力用に用意され専用コマンド入力用のキーボードには変更がなかった。そしてアルファベット用キーボードにはファンクションキーが初めて搭載されて各種オペレーションコマンドをユーザーが自由に組み合わせて登録し1キー操作で必要なコマンドラインを完結できたためコマンド入力時においては 非常に重宝するスタイルとなった。ただし、スタジオが変わってしまい、コンソール自体が別のものになると、当然のようにファンクションキーに登録したコマンドは再入力し直さなければならなかった。SL4000 シリーズでは一貫して、コンピューターオペレーション用のモニターディスプレイは小型で、モノクロ仕様が使用されていて、コマンド専用キーボード上のコンソールセンターセクヨンに内蔵されていた。 シリーズ全般を通してディスプレイ本体はモノクロ画面だったが緑色のカバーがフィルター的に取り付けられたため画面上の文字色はそれを透過することによって緑色に得る仕様になっていた。ミキシングデータの記録媒体に関しては SL4000E シリーズまで8インチ型フロッピーディスク以下 FDE と表記とフロッピーディスクドライブがデータ取り扱いメディアに用意され コンソールとマルチケーブルで接続されたタワー型の SSL 専用コンピューターからのデータは FD に記録された。左側のドライブにはシステムディスクをロードさせ、右側のドライブに記録用のディスクを挿入して使用するシステムだった。一枚の FD が容量的にすぐにいっぱいになってしまったため、コマンドを使って別のディスクに残したい最新データのみをコピールなど、運用面では コンソールの多チャンネル化に伴い取り扱えるデータ量に限界があったが FD 自体が薄いおかげでミキシングデータをセッションで使用したマルチトラックテープの箱の中に糸口に入れて移動できるなどメリットもあった SL4000G シリーズが発表された時点で SSL 専用コンピューターの仕様が若干変更されてそれまでのコンピューターオペレーションで使えたコマンドより 様々な追加が心を見られ、E シリーズまでは部分的にミキシングデータをアップデートしたい時には任意のミキシングデータを選択してから、こと、ミックス、エクセクトでマルチトラックテープなどをスタートせ、コンピューターが動作し始めてタイムコードを読み込んだのを確認してからロケーターで任意の場所までテープを走らせてからアップデートしたいミキシング作業を行わなければ、 ミキシングデータが壊れてしまうなどの厄介な運用面があったが G シリーズではごとジョイン、ミックス、アット指定する時間情報またはテープを任意の場所で止めて時間情報の代わりにヒアを使いある特定の場所だけのデータアップデートが容易になるなどミキシング上でのオペレーションの自由度が増すコマンドラインの変更がなされたそしてオフラインでのミキシングデータ編集機能も 色々と用意されたため、テープを走らせながらのオンラインによるミキシング作業以外の方法も追加刷新された。ミキシングデータを記録するメディアは相変わらず8インチ型 FD も使用されていたが、新たにデータカートリッジ形式のフロッピーディスクとハードディスクの中間的フォーマットになデータ記録用メディアが用意され、システムディスクは8インチ型 FD のままだったが、 ミキシングデータの記録容量とデータ書き込みトラフィックの速度向上が図られ、作業効率は大幅に向上した。その後3.5インチ型の 2HDFD 用のフロッピードライブも用意されるようになり、容量アップとともに、可搬性も増した。最終的には、データカートリジ方式は使用するメディアの生産終了などに伴い利用されることはなくなり、3.5インチ型 FD だけが、 データ記録メディア形式として残ることになった。ミキシング中にデータ書き込みのステータスがどのモードに入っているかの確認は各チャンネルごとのラージフェーダー左側上部に搭載されている緑と赤の LED の点滅及び点灯とモニターデスプレイ内の右側上部ある表示で確認することができるがマスターフェーダーに関してだけはフェーダーの部分に ステータス表示用の LED は搭載されず、モニター画面内のみの表示となる。ステータスの切り替えには、チャンネルフェーダーの場合はステータス切り替え用のスイッチが、ステータス表示用 LED のすぐ上に設置されていて、スイッチを押す回数でステータスを順番に切り替え、目的とするステータスになるまでスイッチを押して切り替えて、いく方式が取られている。マスターフェーダーに関しては、 ステータス切り替えがフェーダー部分にはなくコンピューターコマンド用キーボードの操作によって順次切り替える方法になっている。基本となるステータスには以下のようなものがある。他にも様々なモードやオフライン編集などの組み合わせ方での様々なミキシングデータ書き込み方法が存在する。SL9000 シリーズではコンピューター自体の性能が数世代アップデートされ、 記録できるミキシングデータの領域もラージフェーダーとそのフェーダーのカットスイッチ以外にスモールエーダー、スモール側のカットスイッチ、パンポットなど豊富になってきたためミキシング時のオートメーション機能と自由度が数倍向上する結果となったそれまでのコンピューターオペレーションにはマウスなどのポインティングデバイスは一切使われない仕様で全てが コマンド入力によるオペレーションだったが、この世代より小型のペンタブレットが、コンソールのマスターセクションにあるグループフェーダー並びに搭載され、カーソルで画面上に見えるデータへのアクセス及び編集が可能になった。そして、ミキシングデータのオフライン編集機能も著しく追加向上された。専用モニターディスプレイも、一般的なコンピューター用モニターディスプレイと、 ほぼ同型のものがコンソールセンターセクションに埋め込まれる形となり表示可能な情報量は格段に増えた。XL9000K からは埋め込まれたモニターディスプレイ自体の角度を変えることができるようになったため視認性はさらに向上した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。